さて、えー、このですね、価格をどう記録していくのかここがですねローソク足が登場すす。るるポイントになるわけでロソク足というのはですね、えー、書き方がございましてこれは冷やしをちょっと例にとるんですがその日に、ね、最初に取引された値段始まり値、ね。 それから、えー、その日一番高い値段で取引された高値。一番安い値段で取引された安値。そして最後に取引された終わり値。この四本値と呼ばれる価格をですね。使って書いていくのがローソク足です。四本値と言ったら、その始まり値、高値、安値、終わり値、えー。これをしっかりとですね、えー。まずはチェックしていただいて。そこで作るのがローソク足だということになります。 さあそのロース菓子の作り方なんですが、えー、まずはですね、えー、始まった値段ここにですね横棒を引きます、まあ、グラフ用紙なんかでも横棒を引くわけですねそれから終わった値段で横棒を引きますそしてそこをですね四角で,囲むんで,すねで始まった値段よりも終わった値段が高いと識別しますで逆に始まった値段よりも終わった値段が安いのを識別します でこのように始まった値段よりも終わった値段が高いのを陽線と言います始まった値段よりも終わった値段が安いのを陰線と言います例えば100円で始まって終わり目が101円 始まった値段が101円で終わった値段が100円とこのように下がった場合には陰線上がった場合には要線とするわけです。で、えー、ただ始まった値段終わった値段だけではありませんよね高値安値があります。高値というのはこの上の方から真ん中から一本線を出しますこれが上髭と言います。 それから安根はこの真ん中からやはりその安根の水準まで線を引きます。これを下ひげと言います。えつまりこのロウソク足にはこの実体の部分と四角の部分と高根安根の2つの2本のひげがくっついてまロウソク足を形成しているわけです。 このロウソク足なんですが今私は皆さんに日足しでご説明をいたしましたまあ、説明するのが一番ですね分かりやすいのかなということで説明をしたんですがこのロウソク足にはいろんな機関によって言われ方が違います例えばフン足これはですね5分とか 10分で一つのロウソク足を作るんです分足ですそれから時間足これは1時間2時間ごとにロウソク足を一本ずつ作っていくわけですね例えば9時に始まって10時に終わった10時に始まって11時に終わったということで区切っていきます それから今先ほどやりました日足それからもう少し長くなると週足というのがありますこれは月曜日で始まって金曜日で終わるということですそれから月足これはその月の営業日最初の日数から最後月末までということになるわけです。まあ、色々あるわけなんですが例えば日足 冷やしでいけば株式市場は大体日本の場合は9時から15時午後3時ですねになっているわけですねまあ途中昼休みもありますただ為替の場合は24時間取引ですポイントはいつ始まっていつ終わるのかということなんですねここはですねまあ皆さんがこの時間で始まってこの時間で終わるというのを皆さん自身が決めていいと言えば決めていいんです ただ皆さんもバラバラに決めてしまったらなかなかこの記録がまちまちになって収集つきませんよねですので普段皆さんが見ていらっしゃる 為替のチャートの会社のシステムに準拠してですね、えー、始まった時間と終わった時間をですね、しっかりと管理すればいいのかなと思っております。私の場合はですね、すべて資料に出しているのは外為ドットコムさんの資料をいつも使わせていただいておりますので、外為ドットコムさんが指定した始まった時間と終わった時間をずっと取っております。そうすると継続して常に同じタイミングで見れますので、まあ分析。 がしやすすくくなっていくといととうことです、えー、そしてまあ大体日足の場合にはです、ね、効果としては大体23日ぐらいの分析からまあ1週間にたけていると、えー、それから週足の場合にはです、ね、大体23週間から1か月2か月ぐらいの分析、えー、月足になるともう少し長い時間の分析にたけているというふうになりますまあ逆に言えば時間足分足というのはですねもっともっと短いスパンでですね投資を考えるのに役に立つということなんですがまあ 私から一つ言わせていただきますとまあ週足ぐらいのですね少し長いロうソク足はたまに。 チェックした方がいいと思いますというのはですねマーケットにはですね木を見て森を見ずという格言があるんですね、えー、目の前にあることだけにとらわれていて全体的な大きな動きを見誤ってしまう時があるということなんですまあ、そういった意味では今が上昇トレンドなのか下落トレンドなのか大きなトレンドはどっちにあって今の値段がどう形成されているのかというアプローチというのは非常に大事だと思っておりますので、えー、まあその辺の大きなトレンドをですね、えー まず掴むには少なくとも週足のです、ね、レベルのローソク足を見られた方が私は役に立つと考えているからです、まあ、ですのでいくつか種類がありますが、まあ、皆さんのです、ね、投資スタイルに合わせてこのローソク足を使っていただければなというふうに思います。はい、この章ののの章ままととめです、ま、ず投資というもはは一体目的は何なのか えー、しっかりとですね価格の変動をつかまえて利益を出すということだと思います。そういった意味ではしっかりと。 価格の動きというものをですね勉強していただきたいなというふうに思いますそして価格の動きというのはですね、えー、その記録方法でありますローソク足をまずしっかりと勉強することから始まると思いますのでこれからしっかりとロウソク足を勉強ししていきましょうそしてですね次回はそのローソク足のですね応用というところをですねしっかり勉強していきたいと思います。